皆さんこんにちは、ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサです。群馬県の文化財解説始めるよ。ゆっくりしていってね。今回は前橋市富士見町にある暗闇坂を解説します。案内板があるので見てみましょう。案内板もなんか暗いぜ。暗闇坂。この古い坂道は暗闇坂と呼ばれています。江戸時代、大子町と米の村を結ぶ街道で大子街道と言われていました。この坂は昔、三国屋と柳屋との竹やぶに挟まれ、大きな木が生い茂り、昼でも暗い坂道でした。ある時、小暮村を出た旅人が、この小倉の急坂を登りかけましたが、あまりの暗さで心細くなりました。すぐ上には、賑やかな米の塾があることを知りませんでしたから、ものすごい深山に差し掛かるものと思い、山中で日が暮れては大変と、また、小暮村の宿屋まで引き返したということです。暗い山中で徐々に日が暮れていくのは怖いからな。そうだな、旅人の気持ちもわかるよ。次に案内板の地図を見てみましょう。現在地が案内板のあるこの場所で、当時の米の塾だった場所ですね。もちろん当時は県道渋川大御線はありませんでしたから、小暮方面から来る場合はこの暗闇坂を登るしかなかったようです。では、実際に暗闇坂を登ってみましょう。坂下まで移動するぜ。坂下に到着。舗装されていない左の坂が暗闇坂です。それでは、早速登ってみましょう。旅人の気分だぜ。BGM も変えます。雰囲気出てきたな。南側が崖で日光を遮る上に大きい木が生えているから結構暗いですね。当時は右斜面の木も伐採されておらず木が生い茂っていただろうからもっと暗かったと思われるな。旅人も心細くなるのがわかります。この辺りで引き返した旅人もいたかもだぜ。県道渋川大御線が近づいてきました。あと半分くらいか。案内板の地図だとそのくらいだね。県道に出ました。車に気をつけて横断するよ。案内板にあった竹やぶですね。古い石積みもあるから、両側が三国屋と柳屋があった場所かな？多分そうだね。出口が近づいてきたよ。暗闇坂、昔ほどじゃないだろうけど、確かに暗かったな。
いよいよ米の塾に到着です。お疲れ様でした。この道が米の塾の中央通りだったようですね。そして最初の案内板です。無事に戻ってこれました。それではまとめに入ります。史跡の名前、暗闇坂。江戸時代の大御街道の通称で米の塾付近の坂道が木や竹やぶに覆われていて非常に暗く、こう呼ばれるようになった。当時、あまりの暗さに心細くなり宿場を目前にして引き返す旅人もいた。以上となります。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。